先日東京ドームで行われたスーパーバンタム級4団体タイトルマッチ、王者井上尚弥選手が WBC1 位の指名挑戦者ルイス・ネリ選手に6ラウンド1分22秒 TKO 勝ちし、多くの人々を熱狂させました。それはボクシングの本場アメリカをはじめとした海外メディアやファンも同じです。というわけで今回は井上選手が見せた圧巻 KO 撃に寄せられた海外の反応を一挙にご紹介していきましょう。ぜひ最後までついてきてくださいね。試合は初回、ネリ選手の左フックが井上選手の顎に着弾、尻餅をつき、試合ではまさかの人生初ダウンを奪われるまさかの展開に、一瞬だけ時が止まった場内からは悲鳴とどよめきが起き、再開後はロープに詰められるピンチが到来します。そして早くも沸き起こった直也コール、パンチを打ち返し、冷静さを取り戻した井上選手は2ラウンドにネリ選手の打ち終わりに狙いすました左フックでダウンを奪い返し、挑戦者を見下ろしました。5回終盤にはロープに詰められたものの、左フックで2度目のダウンを奪ったモンスター。濃密な試合の決着は6ラウンドに訪れます。井上選手の連打でネリ選手が3度目のダウンを喫し、尻餅をつくと、ここでレフェリーストップ。モンスターはコーナーに登り雄たけびを上げました。まさかのダウンを奪われる激戦を制し、陣営と安堵の笑みを浮かべたのでした。この試合を全米に中継したスポーツ専門局の ESPN は、井上がオープニングラウンドで彼の輝かしいキャリアで初めてのダウンを喫したが、ネリを3度倒して持ち直した。マイク・タイソン対バスターダグラスによる1990年2月のヘビー級王座戦の衝撃以来となる東京ドームでのボクシングイベントを4万4000人以上が観戦した。そしてファンたちは、メキシコのネリが日本人スターを初回にカウンターのパンチで倒すという新たな驚きを目撃したと伝えています。また COMPUBOX によるパンチのヒット数が井上選手が107でネリ選手の54を大きく上回ったことを紹介し、クリーンで鋭くハードなパンチを当てていたと評価しました。 X 上では米専門誌ザ・リング・デパウンド・フォー・タウンドランキング評価委員などを務めるアダム・アブラモビッツ記者が、信じられないパンチパワーだ、破壊力抜群の右が6回に試合を終わらせたと驚きの速報。米専門メディアボクシングシーンコムのクリフ・ロルド記者も、右2発のフィニッシュは吐き気を催すほど凄まじかった、初めてダウンを喫し、侮辱された相手を張り付けにした、偉大な偉大な偉大なボクサーだと絶賛しました。さらに世界で最も権威ある米専門誌ザ・リングのライアン・ソンガリア記者も、井上の美しいフットワークが右を生み出し続けた、レベルが全く違ったと、終わってみれば完勝であったと伝えています。また同氏の名物編集長ダグラス・フィッシャー氏も自ら筆を取り、直也・井上がダウンを耐え抜き、ルイス・ネリを6回で KO、 スーパーバンタム級の4団体統一王座を守ると題した記事を掲載しました。直也・井上はスーパーバンタム級4団体統一王座の初防衛戦の開幕ラウンドでショッキングなノックダウンを喫した。ほぼ非現実的な光景で、世界中のボクシングファンにすぐさまタイソン VS ダグラス戦のフラッシュバックを引き起こしたと、初回のダウンに驚きを隠しませんでした。それでも、しかしザ・モンスターの下では記念碑的な番狂わせは起こらなかったと巻き返した強さを称えています。同氏は試合展開を記しつつ、ドラマチックな打ち合いで始まった試合は結果的に一方的なものとなったが、井上のダイナミックな攻撃とネリのタフネスさによってスリリングなものとなった。年間最優秀選手が年間最高試合の勝者とぶつかり合うとき、我々はエンターテインメントを期待できたはずだ。2017年と2018年に尊敬されるバンタム級王者の山中慎介への論議を呼ぶ連続 KO 勝ちの中で、ネリがこの国での試合を禁じられたこともあり、日本のボクシング界は井上にリベンジを期待していたと記しました。そしてそういう醜い過去があったにもかかわらず、井上は試合後のインタビューでネリに敬意を示したと続け、試合後に井上選手がリング上のインタビューでネリ選手に感謝の言葉を伝え、2人が握手したことをクローズアップ。また同氏は、さてザ・モンスターの次はどうなるのかとし、試合後に IBF&WBO 世界同級1位のサム・グッドマン選手がリングに上がったことを紹介。9月にグッドマン戦が行われる可能性に言及した上で、グッドマンはネリよりもさらに勝てる見込みはなさそうだが、
あの初回は彼に、そしてその他のスーパーバンタム級、フェザー級のトップ選手たちに希望をもたらしたのかもしれない、と結びました。また、米スポーツ専門局、CBS スポーツは、ザ・モンスターが持ち直してメキシカンの敵をノックアウトし、タイトルを守る、とのタイトルで掲載。井上はラウンド1でキャリア初のノックダウンを喫したが、それは残りの試合を通して彼に火をつけただけだったようだ、と1ラウンド目からの逆転劇を報道。この勝利は、井上の高まり続ける伝承をさらに加えるものだ。プロわずか6戦目で初の世界タイトルを獲得してから、31歳の井上は2つの階級で4団体統一を成し遂げるなど、4階級を制覇するところまで来た、などと賛辞を惜しまなかったようです。米スポーツメディア、スポルティング、ニュースは、なおや、井上が PFP1 位、そこを退けてレンス、クロフォード、モンスターが王者だ、との見出しで記事を掲載。イギリス出身のモトリング紙編集長で、現在は同メディアの記者を務めるトム・グレイ氏は、井上が特別なボクサーであることはみんな知っていた。彼はそれ以上だった。と驚き、以下のように熱弁を振るいます。モンスターは、スピード、パワー、テクニックが完璧に融合されていると何度も言ってきた。それらの特徴には、最高の選手に戦いたいという彼の熱意と闘争心だけが匹敵できる。そして、井上は PFP の他の選手たちよりもずっと多くの試合数をこなしているのだ。世界で最も権威ある米専門誌、ザ・リングの最新パウンド、フォー、パウンドランキングで1位に立つのは、世界ウェルター級3団体統一王者テレンス、クロフォード選手で、井上選手は2位となっています。グレイ記者は、クロフォード選手がパウンド、フォー、パウンド入りもしている強敵エロール・スペンス・ジュニア選手に勝利したものの、2020年代に入ってから世界戦は4試合だけであることを指摘。それは3位の世界ヘビー級3団体統一王者、オレクサンドル・ウシク選手も同様だと主張しました。一方の井上選手は、その間に世界戦8試合に全勝、クロフォード選手と同じ2階級4団体統一に成功していますよね。しかも落としたラウンド数は、片手で数えられるほど、であると、圧倒的な強さを強調。ネリ戦でキャリア初となるダウンを献上したモンスターですが、グレイ記者は、ほとんどの偉大なボクサーはある時点でダウンを経験するもの、問いに介さず、その瞬間が井上の功績をより偉大にしたと、そこからネリ選手を圧倒したことを称賛したのでした。しかし一方で、米ボクシング専門サイト boxingnews24.com はこの試合では井上の顎のもろさが示された。より多くの才能あふれる選手が待っているフェザー級に階級を上げれば簡単に餌食になるかもしれない、との議論を展開させました。スーパーバンタム級では能力にあふれた選手は限られているが、4ポンド約 1.8 キロ上げると、そこには本当の一流選手が存在している。井上はフェザー級でのハイレベルの選手たちとの戦いでリスクを取りたくないため、より安全なスーパーバンタム級に泊まることを選んでいるのだろう、と的外れな主張を掲載していたようです。さらにボクシングが盛んなイギリスでも反応が相次いでいます。衛星放送スカイスポーツは、なおや井上が衝撃的なダウンを乗り越え6回に累数ネリをノックアウトする、井上がキャリア初のダウンを生き延び、ネリを3度ダウンさせ、破壊的な KO 勝利を収める、などと報じました。同局はこの試合の直前にも、井上は小柄だが、とても高くそびえ立っている。彼自身は静かだが、存在感は大きく、少し恐ろしくもあり、少し神秘的でもあり、そしてミステリアスでもある、と指摘。さらに、井上は地球上で最も危険な男かもしれない。優位すぎるがゆえに、あまりにも簡単にメインストリームの網をすり抜けてしまう、とず抜けた強さを強調していました。さらに、希望に満ちたファイターたちは遠路はるばる日本まで旅をし、果敢に挑戦をするが、モンスターによって無慈悲に殺されるだけだ、と、井上選手の無敗伝説、オロンジル同局はネリ戦の予想も展開した上で、このようにぶち上げていました。ネリは井上と互角に渡り合えるような、恐れを知らずの好戦的な選手ではあり、有能なコンテンダーだが、東京では全く別の種類の才能が出迎えられるだろう。これまでも、どんなにポテンシャルや可能性があったとしても、誰も井上を脅かした者はいない。ネリも、あらゆる資質を備えているにもかかわらず、
次なるターゲットに過ぎないのである。井上は戦いとキャリアが重ねるにつれてその強さと危険性が増している。また栄光共放送 BBC は井上が東京でネリに反撃して寄せ付けずと報道。キャリア最初のダウンは無敗の井上に火をつけただけで、彼は東京ドームのファンの前でネリを圧倒した。無敗記録を27勝0敗に伸ばし、全階級における世界最高のボクサーとしての主張を高めた井上による素晴らしくエンターテイメント性あふれるパフォーマンスだったなどと絶賛でした。 AC ザ・ GURDIAN のドナルド・マクリー記者もすごい試合だった。なおや井上は初回にいきなりプロ初のダウンを喫したが、そこから立ち上がり、なぜ自分が優れているかを見せつけた。しかしさらに集中を高めたザ・モンスターとして知られる無敗の日本人スターの井上はそれ以上にやり返し、メキシコ人の挑戦者を2回、5回にダウンさせ、6回に破壊的な右フックで賞を締めたと称賛。さらに彼は特別な選手だ、井上を見ることができるのは幸運だと脱帽しっぱなしだったと言います。加えてこれはプロ6戦目にライトフライ級で最初の世界王座を獲得して、その後2階級で4団体を統一した165センチの井上による最も新たな衝撃的なフィニッシュとなったとコメント。さらに日本のボクシングが勝つ見込みのほとんどなかったダグラスが、当時の無敗のヘビー級王者だったタイソンを KO で倒し、全てのスポーツ競技において最も素晴らしい番狂わせの一つを起こした1990年2月以来、ビッグエッグ東京ドームに戻ることを示したと説明。井上はタイソンではない、彼は一連の動きや倒す欲求の両方でタイソンよりも優れている。彼はこれまで13人の世界王者と戦い全てを倒してきた。31歳で彼はすでにあらゆる時代であらゆる階級において最も素晴らしい選手の一人となっている。真のスーパースターで疑いなく今日のスポーツ界で最高のショーを見せてくれている。この試合がボクシングのパウンド4パウンドでウェルター級の統一王者テレンス・クロフォードを井上が上回ることになるか、意見の分かれる問題だろう。これは論争を超越した一騎打ちとなっていると絶賛しました。またイギリスのボクシングアナリストであるハメド氏は自身の X で、 PFP は非常に主観的なものだが、1位の座はクロフォードとの争いになるが、私は井上が1位だと思う。この試合も第1ラウンド以外では対戦相手を圧倒し、ノックダウンまでの展開は一方的だったと持論を展開。また A スポーツ専門局トーク SPORT のマイケル・ベンソン記者は自身の X で、史上初の2階級での4団体統一を果たしたクロフォード選手と井上選手の写真を投稿。その上で、今のボクシング界のパウンド4パウンド王者は誰だろうという問いかけを行いました。するとこれにファンからコメントが殺到。間違いなくクロフォード、クロフォードに異論の余地などないと米国の異彩を押す声が相次いだ一方で、井上だ、彼は4階級を制覇してクロフォードよりも上だ、このネリ戦で逆境を跳ねのける力を見せた井上は1位にふさわしい、どちらも素晴らしいが、井上は全てその時のベストの相手を倒してきている、と日本が生んだ怪物を選ぶ意見も目立ったようです。ネリ選手との激闘は圧巻のフィニッシュワークを含めてインパクトは十分でした。それだけに、クロフォード選手らと井上選手のパウンド4パウンド1位の座をめぐる論争はしばらく収まりそうもありませんね。モンスターへの称賛はネリ選手の母国メキシコからも寄せられました。メキシコのボクシング専門サイト IZQUIERDAZO は、井上の妙にネリを破砕した電光石火の右フック2連発との見出しで記事を掲載。爆発力、パワー、そしてスピード、井上を特徴づけるこの3要素がネリ戦の残酷な結末に集約されていたと綴り、井上選手の戦慄フィニッシュに注目しています。さらに井上がネリを KO した方法は、この日本人が天才的なテクニックを持っていることの証明だと続ければ、右フック2連発がネリの顎を打ち抜いたと記述。まず稲妻のような右フックで意識を奪うと、すぐにもう一つの右フックが頭を揺さぶり、ネリは劇的な形でキャンバスに倒れ込んだと KO シーンを振り返ったのでした。一方で世紀の番狂わせの可能性を瞬間的に予感させた悪童にも称賛を送ったという同メディア。東京ドームに詰めかけた4万人以上の日本人が
ネリの起こしたサプライズに恐怖の悲鳴を上げたと指摘し、会場の異様なムードを振り返るとともに、ネリ選手が井上選手に浴びせた鋭い左フックをメキシコボクシング史上最大の偉業を達成する寸前だったと絶賛したのです。井上選手の意識を瞬間的に飛ばしたネリ選手の一撃は鋭く、そして完璧にヒットしていました。ゆえに IZQUIERDAZO もネリの打撃は激しく正確だった。スローモーションのリプレイを見ても井上の顎を見事に捉えているのがわかると強調、そして次のように続けています。キャンバスに倒れるという井上の驚きの姿を目の当たりにした日本人たちの反応は衝撃的でもあった。だがショックを受けながらもダメージを癒した井上はすぐに立ち上がった。そしてそこから見事に生き延びた。またメキシコメディアアステカテレビも、井上は未だ無敗で今日の試合で世界最強のボクサーであることを証明した。健闘したネリはそれでもモンスターと呼ばれる男にはかなわなかったと脱帽するなど、ネリ選手の母国からも井上選手に対する称賛が目立っているようです。いかがだったでしょうか。今回は井上 VS ネリに対する海外の反応をまとめてきました。世界の衝撃を与えた今回の一戦、今後のモンスターの活躍からも目が離せませんね。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺りで。